ナミンさん、お疲れ様です。おはようございます。めちゃめちゃ逆光で顔黒いですけど。マジですか？日焼けですか？日焼けしないです、日焼けしないです。大丈夫ですよ。どうした、どうした、まあ、どうしたというか、まあ、今から練習に、今練習に向かってるわけですが、うん、珍しいね、練習前から撮るやつ。そう、なんか何回か撮りませんでしたっけ？撮ったっけ？あ、撮ったか、忘れてたわ。勝手にカメラ回してます。今日は練習、今から練習、はい、と撮影、最後ちょっと。そうですね、練習と撮影ですね。うん、12月は大会いないんだけど、まあ、ここからまたスタートダッシュに向けてだったり、いろんな大会がぼちぼち始まってくると思うので、それに向けてしっかり練習して、まあ、トコワカカップとトップオブトップで2試合できたんで、まあ、その感覚っていうか、そこで学んだことを次に活かせるように練習していきます。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでテニスコートに到着しました。あっす、あっす。ということで何取りますか今日は。何取ります？いや、逆にいいですか？はい、あのまたこれコメント欄だったか、あのフネミーが一回ライブ配信したじゃないですか、はい、その時かなんかにコメントがあったんですけど、はい、あのなんか騙し打ちというか、騙し打ち、なんかロブと見せかけてシュートボール打つとか。なるほど、なるほど。そのなんかロブのフォームから急にシュートボールっていう、あ、なんかそういう騙し打ちみたいなのを教えてほしいっていうコメントをちょっと見かけまして。だいぶトリッキーだ、トリッキーな。あのトップオブトップで結構やってませんでした？やってたかな。それでよく前衛抜いてるシーン見たんですけど。あ、マジですか。まあいろいろやってるかもしれない。いろいろやってるかもしれない。なんでそんな見せれる範囲で何か一つその技術を教えてほしいなと思いまして。うん、まあね、できる範囲のやつか。じゃあできる範囲っていうか、まあ可能な範囲の。可能範囲。よりなんかなるべく中高生でも真似できそうな。ああ、なるほど。優しめの騙し打ちを。ああ、わかりました。わかりました。騙し打ちね。騙し打ち。わかりました。じゃあ今日は騙し打ちをのコツとか。いろいろ行っていきたいかなと思います。そんな感じでいいですか？はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。レッツゴはい、ということでちょっと打ち方を解説してもらっていいですか？まあ、打ち方というかポイント、ポイントね、はい、でロビングからの騙し打ちはなんかこう、そもそもロビング上げますよっていうことなんで、なんかこう片足をこう上げる状態じゃない、した方がいいよね。相手から明らかにロビング上げるよみたいな感じの、まずその感じを作るのが重要。故意的に作れたら熱いけどね。故意的にこうわーみたいな感じでこう右足重心に体が全部偏ると結構ロビング打ちますよっていう形になるから、そこの形は作れるんだったらあえてそういう感じ作った方がいいかなと思います。でそれが一つと、もう一個はやっぱそこから騙し打ちということで、こう不安定な状態から打ちに行くから、その中でもパワーをうまくあの体で使えていいボールをパシッて打ちたいと思うんで、しっかりこの右と左足をうまく交差してあげるっていうことが重要かなと思います。このスピードを速くして、この交差のスピードを速くしてあげるとパワーのあるボールがいくので、ロビングのボールに合わせて前衛が構えてロビングをイメージして取ろうかなと思ってるので、速いボールが来るとお先を通せたりっていうのがあるので、そこを意識的に2ポイント、この 2ポイントを極端にやると相手前衛がこう迷うかなと思うので、それは意識してほしいかなと思います。実際に今のポイント2ポイントを基本から実践までボールを使って3ステップあるんで、それをちょっと紹介していきたいかなと思います。1ステップ目は普通に定位置ベースラインにいて片足になってもらって、それで交差するような感じ、こういう感じで、でこのね交差する力をちょっと感覚を身につけてもらうとか、しんどければ1回足ついてもいいんで、ボールワンバンしたタイミングで片足になって交差する。よいしょ、よいしょ、よ
いしょよいしょ、俺もいい練習だわこれ。よいしょよいしょ、じゃあラスト2、ラスト2、うっ、そう、はあ、はあ、片足で、はい、よいしょ、次は実際にと騙し打ちってことで、ちょっとこう動きながら、少し今ノーステップだけど、次はワンステップ入れながらなんで、気持ち一歩前に出てもらって、球出しにはベースライン付近に 山なりのボールを上げてもらうっていうところ、ワンステップぐらいの距離感でやっていきたいと思います。で、片足で一緒ね、最後ワンマッチ片足になるってこと、片足になって打つ。できれば騙し打ちだったら、ちょっとこう首曲げた方がいいね。ちょっとどう見えるかなんで、相手にこうちょっとこうやってやってあげますよっていうのはめっちゃ無理だから、実際なんでこう下向いてた方が、こうボールを下から見る感じの方が上げますよっていう感じ見えるから、極端にやりたかったらそういうのもありかな。ワンステップ本当に一歩ぐらいのでちょっとやってあげると少し難易度上がるかなと思います。ラスト3、ラスト3、よいしょ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 のプランに分かれてやっています。でまず S プランと A プランでは動画を無制限に投稿できて、B プランでは週に1回の投稿になっています。最後3ステップ目はより上級者、より実践に近づきたいので、もう一歩ぐらい前になってもらって、球出しがもう少しきつくライナー系で出してもらって、実際にシュートボールに対して上げますよって形を作りながら、カウンターみたいな感じのイメージでやってあげるといいかなと思います。前に行くのは結構ね簡単なんだけど、後ろに下がる動作って結構しんどいから、結構きつい練習になるんだけど、まあ騙し打ちなんで、しっかり足を運びながらもって上げる、しっかり上げますよって見せるためにも、早くボールに入ることが重要なのかなと思うんで、足も意識してやってみてください。お願いします。こうなってくると後ろに行く勢いが出てくるから、最後は止まって打つんじゃなくて、できれば溜めたんだけど、このあと一歩後ろに下がるイメージの方がもっと勢いつくと思うから、それもやってみ意識してみましょう。って感じから行く。オッケー。ちなみにそこからロブ打ってもらってもいいですか。オッケー。
チャンス。次シュートで。はい。わかる。ちょっとあれ。ちょっと今極端か。シュート、そうだ、意識してシュート、ロブ、はい、ロブ、はい、シュート、ロブ、はい、シュート、お疲れ様です。よっしゃ。よっしゃ。まあ、騙し打ちって大事だね、結局。ソフトテニス、特に騙し合いだから、まあ、テニスで騙し合いのスポーツはもうそこに打ちますよって言って打ってる選手いないよ。だから、牽制があるしさ、うん、いろんな短いボールも、意表をつくようなボールも、カットショットもあるわけだから、と、下がられたボールだけ、安全に、正直に返すっていうのも大事なんだけど、やっぱそこを、プラス1点にしていくためにはやっぱ奇襲要素のカウンター要素の今みたいに騙し打ちみたいなのは必要かなと思います。でもこれやるとね、先生怒られちゃったりするんだよね。しっかりロビング上げなさいとか あると思うんだけど、やっぱりこれ見てるのは中高生、ちっちゃい子だと思うんだけど、まあ、そういう、まあ、返すも大事なんだけど、そればっかじゃない技術を持っててほしいかな。うん、やっぱテニスは進化するし、うん、今までねカットサーブとかダメだったけど、今全員やらなきゃいけないからね。ナショナルチームとかでもカットサーブ打てることが絶対必須だから、うん、またやってほしいこととか、うん、なんか気になることがあれば質問コメント欄に書いてもらえれば、はい、拾いますので、はい、お願いします。はい、ということで、今日は3ステップでちょっと丁寧に、今日はいつもよりちょっと細かく教えましたが、見ていただけると嬉しいです。まあ、そんな感じで、細かい指導に関してはオンラインスクールとかでもやっているので、ぜひぜひそっちの方に入ってもらえれば、その今の子供に対する打ち方とかに対して、もうその子に対してこうした方がいいんじゃないかなみたいなのを、生でこういう映像で返答したりしているので、ぜひぜひ気にしてもらえたらなと思います。はい、ということで、いいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。